ピリコと、ホセ・マルティネス・サンチェスは、スペイン出身のサッカー選手である。アフリカ大陸北部のスペインの飛び木セウタで生まれる。地元クラブとグラナダを経て、1964年から1980年まで、レアル・マドリードに在籍した。レアル・マドリードでは、いわゆるイエエマドリードの一員として、リーグ優勝10回、カップ優勝4回。 そして1965から66シーズンのチャンピオンズカップで優勝した。1975年のコパデルレー決勝では顎を骨折していたにもかかわらず試合に出場した。また、アマンシオ・アマロが引退した1976年からはチームのキャプテンも務めた。スペイン代表としては1966年から1978年まで、 プレイして41試合16得点を記録。ワールドカップ1966年大会と1978年大会に出場した。守備的 MF としてキャリアをスタートさせたが、その後 DF へとポジションを移した。攻撃的なポジションでプレイしたことはなかったが、キャリアを通して200を超える得点を挙げた。九百八十年にメキシコのプエブラに移籍して、 1982年に引退した。引退後は医師免許を取得してレアルマドリードの医療スタッフに加わった。ホゼ・マルティニス・ピリーからインターナショナル・マチャス・ザレック。 スポーツ、サッカースタティスティックスファンデーション、http コロンスラッシュスラッシュ www.rsssf.com スラッシュミセレーニアススラッシュ pirr i-intl.html カット。クラブスター列伝、ワールドサッカーマガジン、ベースボールマガジン社、ボリューム1532007年4月5日号、CR7、レジェンドの仲間入り。 レアルマドリード公式サイト。h t t p コロンススララッッシシュュ w w w r e a l m a d r i d j p スラッシュニューススラッシュ2013スラッシュ02スラッシュニュース 52681HTML2013 年2月16日、閲覧。ありがとうございます。